どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム実況プレイ始めていきたいと思います。さあ前回ね、七宝ナイフを作って、この新しい大陸のマップを解放することに成功しました。ではね、まず空の旅から一旦やっていきたいと思います。よし、スクラビルドで多分ここら辺使いそうだよね、結構。よいしょ、でこっちしとこう。オッケー。で早速なんですけど、右回りから行ってみますか。そうだね、右回りから行こう。待って、つけておくか。よし、でこれで、あ待って、あやったかもしれん、ちょっと待って、やったかもしれん。何しとんねん俺。あーやばい、やったわ。ギリいけるか。いや無理だな、無理だな。ちょっとじゃあ一回ここ戻ります。ごめんなさい、一回戻りまーす。よし、ちょっともう一回飛びまーす。これ面倒なんだよね、一回落ちた時が。復帰が無理っていうか、とりあえず祠を目指していかないといけないよね。あーで、いい感じに祠クリアしつつ、記憶見つつで、もう記憶もね全部揃いそうですしね。あとマスターソードも欲しいよねっていう。北ゲルド空諸島、空諸島、あれはソニア様のあれなのかな。しゃあ来たー、ふーふー、オッケー。でこっち周りでまず見ていくよと。そのお花形のやつは何か意味があるのかな。で一旦ここで休憩と。でここで飛んでってことだよね。よしっていう使い方をしていくと思うんですけど、けん、待て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 、あぶねえあぶねえ、またやり直しになるとこだったぜ。で、スクラビ、はぁ、ちょちょちょ、はちょ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 、これをスクラビルド素材外して OK で、たくさんつけていこう。あぶだあぶだあぶだ、よし OK で、つけておくのはこっちの方が多分長い時間ロケット使えるもんで。よし、で、待て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 、バカ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 、あっぶねあっぶね。オッケーオッケー、こっち行こう。んで次はあっちだね。よいしょ、で一旦あそこ経由できるか。ギリ行ける距離なんだねこれ、マジで。すげえ。よいしょ。で、ゾナウエネルギーもろって。で、ロケットつけて。で、次はあっちかな。よいしょ。でまたギリいけるくらいの距離なんだろうねこれも。すごいな、ちゃんと計算されてんだね。よいしょ、チェーン、オッケー、スクラビルドして
はい、ここにも何もないと。で上に何かあんのか。何もないな。闘技場みたいなとこ、あれか。まああれ行かなくていいと。で次はあっちか。一回あそこ飛ばなきゃいけないんだな。よいしょ。一旦そこ経由しますと。だからロケットがたくさんあるんだ、これ。これはね、おもろいよね。よっしゃー。あー、ゾナウエネルギー、俺の。よし。で、飛んでいきますと。すげえ、これおもろいね。これおもろいわ。よし、よっと。だからこれ無重力空間にもなってんだね、これ。で、火だまり草もゲットして、よいしょ。で、こっち側行って、よいしょ。よいしょ。で、ゾナウエネルギーもろて。よし。んで、で、ここ入れると。OK。ここまでは順調ですと。で、あっちまで行けて。よいしょー。うわ、怖えな、ここすっげえ。高所恐怖症ですから、僕。よし。んで、次。あそこに行きたいんだけど、まだ行けないと。とりあえずあそこの球体に入りますか。多分そうだよな。生き方的にはそれで合ってると思う。で、中のなんかバーンって出るやつが、使えるんじゃないかなって俺思ってんだけど、どうなんだろう。よいしょ。わー、オッケー。ほっ。たどり着きましたよと。なにここ、すごっ。え？空見の島？なにこれ、すげー。おぉ、こんなところあるんだね。波の島、光があそこから出てますと。で、何をどうすればいいんだ。君を、ほう、待てよ。こうしますと。で、はいはいはい、そこに行っちゃってるから、登らしてください。うん、ここに行ってるもんで、多分あれを変えないといけないのかな。この角度を変えないといけないんだね。 OK。 この角度を一旦、次はあっちのこれかな。 OK。 であれを変えてあげると、まあ反射させてす、めっで、最終的に。よいしょ。で、ここだよな。チュ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 。OK。んで、で、ガチャガチャがあると。あれは後でちょっと使いたいので、よいしょ。君を
次は真ん中かな。真ん中に当ててあげると。でほう、でこいつを一旦そこに当てますか。じゃあ、え、どういうこと。あ、はい、なるほど。で、これってさ、あとは俺がやってあげる的な、そういうギミック。ここでさ、もし鏡が出てくるのであれば、そういうことだよな。ちょっとじゃあ試させてもろて。いやー、出てくんだよ鏡出てくんだよ。頼むから。出てくるか、違うか。ソリ、全然出てこいやん。なんでなんで、え、ってこと違うってこと。まあ、ここら辺たくさんもらっておきましょう。起き上がりこぼしをもらえるんだ。ちょっと待って、今のギミックが本当に分かんないんだけど。杭もあるしな、これ。他なんかギミック的にあったりしないから、じゃあここで俺が使ってあげりゃいいのか。違うな多分。だからじゃあ一回出す。鏡たくさんあるからね。ライトやねえかこれ。ライトちゃうて。鏡これ、うわ、6個しかねえやん。すげえ使いづらいからな。ちょっと待って、分かりづれえわ。違うか、さすがに違うか。このさ、光がさ、そこじゃないといけない理由がないんだよね、正直。ってことは違うか？俺が普通にシンプルに間違ってる。いや、もうちょっとあるはず、絶対。これが多分間違ってるな、俺。これが、どこなんだ？いや、合ってるか。まず一旦そこ行けるな。OK。まず一旦宝箱開けれる。そうだね。でも多分、これが正解ではないんだよね。賢者の石か。よっしゃー、やったぜ。これ嬉しい。俺チューリをやりたかったんだに、間違えてユンボーにしちゃったんだよなこの前。で次よ。で君なんだけど、そう。でもこれやっちゃうとあれなんだよね。
でももしかしたらこの角度的にどっかの、一回やってみる。ダメなんだ。ん？あ、待って、こっちにもあるんだ。ちょっと待ってよ。4方向ありますと。4方向ある。なるほど、わかった。4方向あるもんで。そうだな、これだ。オッケーオッケー、合ってる合ってる。で、合ってて。だから4方向あったんだ。無駄に鏡出しちゃったじゃん、俺。で、こう。こういうことだね。よっしゃー！攻略しましたと。で、あ、ほこらか。やったぜ。嬉しい。こんなとこにほこらあるなんてね。お酒が進みますよ、俺は。やったぜ。これ結構楽しかったね、やってて。こんなところにあるんだね。よいしょ。これはさすがに祝福っしょ。やったぜ。順調じゃない？ラウルの祝福、やったー。星のかけらの、ほう、何それ。星のかけらもスクラビルドできるんだね。よし、あとは残す島少しあったんで、そこだけ行ってみて何かあるか確認してみましょうか。ではありがとうございます。オッケー。星見の島って言うんだ。これさ、どうやって上まで行くんだろうね、これ。普通に登ってけってこと？よいしょ。ここをさ、ワープ地点にしたとしてもだよ。あまりにもだよね。脱出しづらいというか。よいしょ。やばい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 、危ない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 。ほんでよ、ほんで行きたいところはここ、こっちだよな。あ、待って、行けねえじゃん。一旦戻るか。一旦戻ろう。これロケット使った方がいいな。これロケットでもいけるかな。よいしょ。で、これもうちょっと上から行った方がいいと思うんで、もうワンテンポ上行こう。よーし、ここから行けばまあいけるでしょう。よいしょ。ここね、よっぽどいけると、うわ、あそこまではちょっと厳しいかもしれんけど、よっぽどはいけるよね。よし。無理か。こっち側だね、じゃあ。ギリだもんね、それでも。もう一個上行けたらよかったんだけどなぁ。わぁ、あ、ここでももう補充ができますね。ロケットの。
よっしゃ、補充させてもろて。はい、舐めるな。頑張りそう、嬉しい。あぶね、焦っちゃうて。で、これ普通にいけるんで、これ普通。待て。またやるとこだった。よいしょ。オッケー。何しとんねん。何しとんねん。何でたまにこれしゃがんじゃうんだろうね、これ。これは、通れルーフでいけないかな、これ。よいしょ。ミスったわ。無駄に使っちまった。無駄に使っちゃった。まあ、いいでしょう。オッケー。ここまで。おお、全然大丈夫でしょ。危ねえ、お前。ちょちょんなよ。あー、もう全部つけちゃってるよね。オッケー。これつけ、いや、いいか。その上に行きたいんだよね、俺。行けなさそうだな、これ。これさ、ねえんだよな、足場作れるように。あ、まあでも、気球使っていけたりとかしない？ワンチャンね。なんか板とか、これソリとか使えばさ、あれ？あ、いた。でさ、ここにこうやってつけて、よいしょ、こう。あ、待て、え？これ焚き火じゃないといかん？焚き火。え？なんでよ？よいしょ。え、なんでよ？これさ、どうやって火つけるの、これ。お、あれ？ちょっと待って。待てよ。ちゃんと、こういうとこじゃないといかんか。ダメ？持ってくれた。オッケー、来た。で、これで、できるまで、上まで行って。で、あとはロケットで、進んでいくと。完璧じゃない？これ。よい。ナイスな方法すぎ。これでしょ、成功法は。そしたら上まで行けちゃうよっていう話なんだよね。ギリギリまで行こう。いいね。これじゃん、完全に。落ちないようにね、しないと。これ普通に上まで行けちゃうんじゃない、これ。天才だったかもしれん、俺。いいよ。これ上に何があるんだろうね。すげえ気になる。なんか毎回行って何もないですよっていうのがなんか毎回オチではあるんだけど、特にさ、他の島もなんか
あるわけじゃないしね。使っちゃおうか。あー、危ねえ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 。使えんのかい、ここ。よかった、落ちなくて。よーし、気球いいねこれ。え、マジ？ちょ、待てよ待てよ待てよ。ここじゃつけといて、消えた瞬間飛ぶ。あ、まあでも全然いけたわ。よいしょ、 OK、 ナイスでーす。届いたぜ。何があるんだ、宝箱だ。なんだろう、古びた地図。いいですね。うわー、回りてー。おお、結構近くにあるじゃん。んー、なるほど。ゾノエネルギー、ラッキー。これ巡る回作りたいね。こんだけなんかコロコとかいそうな気がするんだけど、どうなんだろう。なるほどね。ここコロコいたりしかないか。よし、じゃあ OK ですね。あとはこちら辺は行ってない、もしかして。まあそこら辺は後々かな。 OK、 じゃあそのまんまあるんで向かってきますか。ちょうど地上絵がねあるんで。さあ、これはどこで見ればいいんだろうね。どこだろう、これどこだろう。待って、星のかけらじゃん。取れる取れる取れる。オッケーオッケーオッケー、よし、取っちゃった。あそこだ、あったあった。星のかけらゲットしたの熱よっしゃ、記憶見ていきましょう。よいしょ、お、インパ様じゃないですか。ちょっと待てよ、装備変えておこう。どうせなら英傑の服で見ましょうかね。よいしょ、こんにちは。オーリンクか。そなたも地上絵を、調査しているのだな。頼もしい限りじゃ。そんだけ。オーリンク殿ではありませんか。リンク殿、他の土地でも地上絵は見つかっておりますか。そんだけ、そんだけかい。はい、見ていきましょう。今回どんな物語だろうね、楽しみ、すげえ。ん？何？ピクニックでもしとんか？おお、すごい、戻れか。大丈夫？上の空だったけれど。すみません、どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね、コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。ものの記憶。大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。え？早く帰る方法を見つけたい。
でもこの時代のためにできることも考えた。どうしてソニアに隠し事をするのは難しいからな。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。リンク、初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い、心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に、私も一度会ってみたいものだよ。そうね、私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。なんか平和的な回でしたね、今回。ピクニックしてましたね。ということでした。いや、すごい良かったね。ちょっと待って、あそこなんだ。あ、あれは、見たやつか。ん？違うか？やつか、ん？見たやつだね。そうだね。で、馬宿があるぞ。馬宿あるな。あるわ。よーし、空の旅もできて、今回これも見えたし、これなんだ。あ、敵の根城か。あそこの馬宿ってさ、ペーンでやったっけ？やってない。まあまあまあいいか。よし、今回ここまでにするか。よいしょ。あれ？よ、うつ、よわ。しゃ、ナイスです。次回ね、ここら辺の探索はまた裏でやっておくとして、あれするか。E ガダン。E ガダンのね、ここ。ここね。E ガダンのアジト行こうかなって思ってます。カルサーダニか。うん。では、今回、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。